はい、ではさ、こんにちは、 TI クランのプライスと申します。さあ、今回の動画なんですけども、久々にピック率の方を見ていきます。で、今回のメインのキャラが、これ動画のサムネとタイトルにもある通りヒューズなんですね。で、現在ヒューズがほぼ全てのランク帯においてピック率が急上昇しております。で、こちらの傾向がシーズン16のアップデート以降から特に顕著に見られているんですけども、今回はこちらピック率を詳しく見ながら、なぜ今回ヒューズのピック率が上がったのかについてを詳しく解説していこうと思います。それでは今回の動画、タイトルといたしました、ヒューズのピック率が急上昇、一体今何が起きているのか、今回はですね、これについてを詳しくお届けしていきます。ではまずですね、今回このピック率がどんな感じで変動しているのか、これを海外のトラッカーサイトを見ながら詳しく見ていきましょう。で、まず一番最初に見るのがこちら、すべてカジュアルランクなどを合算したキャラのピック率です。で、こちらはですね、こんな感じで上位はレイスとかオクタンとかバンガロール、そんな感じで、まあ、とりあえず今まで通りのキャラが名を連ねているんですけども、この2列目ですね、ヒューズがここ 3.2% に入ってきています。で、こちらがですね、シーズン15、シーズン14の場合はこれ3列目にいましたので、ここからかなりですね、ピック率が回復していることがわかります。では次に、ここからブロンズ帯以降のランク間のピック率見ていきましょう。で、まずブロンズからですね。で、こちらブロンズ帯なんですけども、なんとですね、ヒューズのピック率、ブロンズ帯においてはですね、ホライゾンとほぼ並ぶレベルでピック率が高いです。こちら 4% となっているんですけども、現状これ 2.2% の上昇率でして、今後さらにこのピック率が上がっていくものと思われます。さあ、次にシルバー帯の方を見ていきましょう。で、こちらシルバー帯なんですけども、こちらですね、ヒューズのピック率、こんな感じで 3.9% となっておりまして、これはブロンズ帯とほとんど変わりません。上昇率は 5.61% となっておりまして、ここからですね、今後ともかなりピック率が上昇する可能性があります。で、こちらのヒューズのピック率なんですけども、なんとここからランクが高くなるごとにどんどんですね、この上昇幅っていうのが大きくなっていきます。では次にゴールドの方を見ていきましょう。で、ここから中盤ランクに突入するんですけども、こちら 3.2% とシルバー帯とあんまり変わらないんですけども、重要なのはこちら上昇率なんですね。こちら 11% となっておりまして、この2列目内では当然一番上のピック率でして、なんと上レイスとか、あとオクタンとか、そういった人気なレジェンドよりも圧倒的に上昇率が高いわけですね。こうした傾向があります。では次にプラチナ帯の方を見ていきましょう。で、プラチナ帯なんですけども、まあ、こんな感じでヒューズ 2% までピック率落ちてしまっているんですけども、現状この上昇率が 19% となっておりまして、このプラチナ帯においては圧倒的に一番ですね、上昇率が高いレジェンドとなっております。そしてここから徐々にですね、ピック率が減少していくんですけども、ここでもですね、なんとヒューズのこのピック率の上昇率っていうのは 12% となっておりまして、今のところですね、ほぼ全てのランク帯においてですね、このピック率が低下するという現象が見られていないんですね。で、これ以外のレジェンドだとですね、どうしてもこれピック率が他のランク帯だと低下するっていう傾向は本当によくあることなんですけども、ヒューズのみが今現在ピック率全てのランク帯において上昇しております。そして最後プレマス帯なんですけども、プレマス帯においてはですね 0.5% となっているんですけども、こちらですね、上昇率は先ほどと比較して 26% まで上昇しておりまして、この 26% という数値はですね、他のどのレジェンドよりも圧倒的に多い数値なんですね。まあ、こんな感じで今現在ヒューズのピック率がめちゃくちゃ上昇しているんですけども、こちらの一つ考えられる要因としては、シーズン16のクラス分けのアップデートが影響している可能性があります。で、今回はですね、これアサルトクラスだったりとかスカミッシャーとか、そういった様々なクラス分けが行われたんですけども、今回のこのヒューズはアサルトクラスに分類されています。で、このアサルトクラス内で特に顕著に強いのはバンガロールなんですけども、それ以外にこの強い傾向にあるレジェンドがヒューズなんですね。今回このアサルトクラスは弾薬のサプライボックスが開けられるようになりまして、また多くの弾薬を所持することが可能になりました。まあ、こうしたアサルトクラスのアップデートも相まって、現状全てのランク帯においてヒューズのピック率が上昇している可能性があります。で、もしこれ以外にも、まあ、こんな理由あるんじゃないかとか、まあ、そういったコメント何かありましたらね、ぜひともコメント欄にお書きいただけますと幸いです。まあ、ていった感じで今回の動画以上となるんですけども、もしこのヒューズのピック率上昇意外だったとかね、まあ、そう思った方いましたら、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではこの後にですね、 P2020 縛りカスタムというですね、とんでもないカスタムをやったんですけども、ここで5000ダメージ近くを取ったので、この映像ぜひともね、最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは映像の方どうぞ。マジでエグいって、ちょお前らでダメージ稼ぐ。俺はオッケーオッケーオッケー。いや、つえ
マジで強すぎ。うわマジやん、やばい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 、これ勝ちていく。オッケーオッケーオッケー、いやもうカオスだって。こうな、あこれ落ちてんな。レイス君、レイス君、これこれこれ、まあ判断任せるわ。え、そっちいる、ポンチが当たった。当たんね、このいないか。待って、アンチガイでやり合ってる。アンチガイアンチガイアンチガイ、これガチでいく、これガチでいく、やばいな、それ回ってくるぞ。いやーマジでいくいな。いやおーローめっちゃ、お前多分ローやろ。オッケー、危ねえ今。なんかいるな。え、くせえ。いって、いやこれマジでエグいな。一回張り付いて張り付いてウルト上がんねえし、これどうしようマジで。もう2400ダメ稼いでるって、俺マジでエグくない。しかもアーマーってかセルがないしな、もはや。こっち来いこっち来いこっち来い、待って目の前いるんだけど。うわやばいなこれ、どうしようね。これ上行ったな、ソロっぽいソロっぽい。オッケーオッケーオッケー、危ねえ。おドンファイト、これ一応、あやばいやばいやばい、マジでいくマジでいくマジで。やったけど、やったやったやった。オッケー、ナイスナイス。オッケーオッケー。いやこれやば、これは。いやここ強いけど、強いけどアンチまだ入れるよな、まだ大丈夫だよな。いや4000いける、4000いける、4000いける、マジで行ったか行ったか。わーマジだ、マジかいな、それ見つかった。オッケーオッケー、いやこれやばいな、いやこれえぐい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 、マジでマジでいく、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 頼む頼む頼む、あとちょいあとちょい、これ13部隊一緒、いけるいける、勝てる勝てる、いけ勝てる、おらおら、ほんでほんで、どうだ、オッケーオッケー、ダメージレス勝とう。オッケーオッケー、勝った勝った、よし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 、勝てたこれやばいってました。え、何ダメいった、ちなみに。ワンチャン、いや4000超えたって、4000ダメ超えたって、いや GG マジで、いやおもろ